一発目、絶対来ると思う。僕ね、人力車っていう会社の所属してるんですよ。まあもうほんと小さい会社なんですよ、はいはい、もう東高円寺っていう、もう芸能プロダクションでありえない場所ですよね、はいはい、場所は。そうです、そこにあるんですね。でそれも社長はなんで引っ越さないかさ、自分家に近いからなんですよ。そういう社長がいましてね、あの人力車ってもともと結構あのすごいんですよ、うん、あのそういうシティボーイズさんとかいたりとかね、 B21 スペシャル、結構あの有名な方が竹中直人さんもいて、ただ、ね、みんなね辞めていっちゃうんですね、お前は最終的に。でなんで辞めるのかなと思って、まあ、不思議だったんですね。それであの社長にこれも聞いてみたんですね、なんでみんなこうすごい売れてくると辞めちゃうんだっつって、ほんでなんで辞めちゃうか、じゃあお前死にてんのかっていうか、お前も辞めてんのかみたいなこと、いやそうわけじゃないですけどみたいな話したら、社長曰く、うん、なんでそういう売れた人辞めさすかっていうと、うん、月1000万円以上稼ぐタレントのマネージメントの仕方がわからないって言うんですよ。うん、そうですね、ちょっと1番目と3番目とかいろいろあるんですよ、方法が全然手法が違いますんで。3番目の話膨大な量じゃないですか、大きい紙です、大きい紙です、裏表書いてありますよ。ちょっとすみません、これってやっぱあれなんですか、自分でこう、うん、これはなんとかの話なんですけどみたいなのって必要なんですかね。どういうこと、いやなんかこういうのって基本的には会話の中から生まれるもんじゃないですか。でもしあれでしたらいいんですけど、マネージャーとってどうなのみたいなこと振ってもらっていいですか。そんなそっちの方がなんかやりやすいかなんで、まあいいですよ、はい、有田、はい、あ有田はマネージャーとかなんか面白い話あるの？マネージャーですか、うん、あーありますね、うん、あの地方で意味あるね。思いますね、なんかこう、うん、聞かれたからしょうがなく言ってるみたいな雰囲気したい。ね、そうだ、マネージャー限定で来られるときついな、まあ、でもありますね。まあでもありますよ。うちのマネージャーって、あのおばちゃんなんですけど、まあ僕らについて5年ぐらい、おばさんもう40って言ったんですけど、まあ正直ちょっと業界入って長いんですけど、もうお笑いのマネージャーにつくっていうのがあんまり短いんで、よく業界のことがあんまり分かってないところがあって、それこそ時計の二十何時入りとかあるじゃないですか、あれがよく分かってなかったり、例えば7時のことを17時って言ったりとか、結構その初歩的なのもあるあるある。で一回あったのがとあるお笑いコンテスト番組みたいなのがあったんですね、はいはい、でそれに今回出演すると、はい、だからよろしくねって言うから、うん、どういうやつって言ったら、な司会かなんかやるのって言ったら、あ司会は別にいらっしゃる、うん、あそう、審査員とか俺できないよって、うん、あ審査員別にいると、うん、じゃあ何するのって、いやなんか出るんだけどと、うん、いやだから、うん、もう一番デリケートだよと、ね、あんまりね大して年も変わらないお笑い芸人のところにねちょっと先輩ぐらいが出てって、うん、ああだことネタのことで言ったりするのはできない、うん、できないね、一番デリケートだから、その分かんないじゃん、どこに入れけばいいのかと、うん、だからそのポジションみたいなのが分かんない、その立ち位置が分かんねえと、うん、だからちゃんとそういうの調べてから受けないとダメだよって言ったんですよ、うん、したら 2,3 日後ですよ、うん、バッと来て、あごめんねこの間変な中途半端な打ち合わせになっちゃってって言って、聞いてきたっつって、パッと出したらなんかこう何ですか、見取り図みたいなセットの、うん、持ってきて、うん、ここ司会の人いるでしょ、立ち位置ここって。2連チャンパターンはちょっと考えてなかったな。マルトが三角でもないけど。よし、あれ行くか。僕はこうして、まあ、熊本から東京出てきて芸人やってるんですけども、ちょっと後輩なんかもうちの事務所にいるんですけども、基本的にあんまりその後輩、まあ、私たちも山崎と一緒にいたりするんで、事務所の後輩とかってあんまつるまないんですね。あんま慕ってくれる人がいなかったんですけど、まあ、中に後輩、ちょっと、なんか僕は、ちょっと舐められる気配みたいなのがちょっとあるみたいなんですよ。で、まあある事務所の後輩が僕らのよく明日現場によく来るようになって、で、ある時なんかみんなでこう、うちでパーティーみたいなのやることになったんです。だから、そいつも来るって、絶対来るって約束してたんですけど、来ないんですよ。で、あれって言って電話したら、なんか、
後輩が電話してたの。したら、なんか、いや、今日行かないですみたいな会話してるんですよ。だから、ちょっと何言ってんの、もう人数分用意してんだみたいなこと。いや、ちょっと、彼女っているんですよ、みたいな。おかしいと、先輩方待たせといて、彼女とっていうのがあったから、もうさすが僕言おうと思ったら、でも、お前ふざけんなよと。あの、お前、そういうのはもうおかしいと、ちゃんと礼儀、顔だけでも出せって言って、切ったらさせんって言って、切ったら、ばっかだなって言ったら、来るなり、遅れてパーって来たんですけど、ちょっと酒飲んでたら、したら、いきなり来るなり、すいませんでしたって言って、どき出したんですね。だから、おい、ないって、そんなんじゃない。もうこっちももう許して、もう別に、そこまでしなくていいとか、え、なんですかって言ってから、すいませんでした、ほんと、不義働きがすいませんでしたって言うから、いや、いい、別にそんな怒ってないよとか言ったら、急に、うわーって泣き出して、いやー、俺今日絶対ぶん殴られると思ったわ、もうすげえ、ああ、今緊張感がすげえほぐれました、みたいなこと言ってんですよ。いや、いいって、その顔出してくれたことが嬉しいから、そりゃいいよ、ミスぐらいとか言ってたら、あ、そうですかとか言ってこんなやってたら、そのうち話してるうちに、ポロッと落ちたんですよ、ポケットから。何が落ちたか、メリケンサックが落ちたんですよ。いや、あの、もう絶対殴らんと思ったんで、この時はもう自分で防御しないと思って、これでもう、やる気満々できてるんですよ。いや、ちょっと待ってって、どうしようと思ったんですか。いや、だから、もしみんなでわーって言われたら、殴られたら、まず、やっぱこの中で一番偉いのは有田さんなんで、有田さんからまず防御しようと思ったから、もう、あの、怒れないですね、そうなったら、武器持ってるから。もう、ちょっと、からわないですよ。先日なんですけれども、はい、ルミネ座吉本というね、新宿に我々劇場あるんですけども、はい、そこにですね、あの、うちの先輩、木村雄一さん、はい、キムニーとですね、はい、僕の車で助手席にキムニー乗っていただいて、はい、こう向かってたんですよ。はい、まあ、土曜日で、結構あの、混んでたりして、で、まあ、地方のナンバーが多いんで、まあ、どんくさいよー言って、結構助手席で、ちょっと、目くじらをお立てになられって言うてはったんですよ。どんくさいよ、ほんまに、言うて。ほい、ルミネの、7階に劇場があるんですけど、はいはい、地下の1階が駐車場なんですよ。はいはい、そこは搬入口なんで、うん、その、搬入車、トラックとかが止まってる、はい、場合があるんですよ。うん、そうなったら、うん、駐車場いっぱいやと、ぐるー回って、ちょっと離れたところに止めに行かなあかんんですよ。で、その地下へとエレベーターそのまま7階上がれるんですけど、向こうだと結構歩かなあかんので、これもしかしたらいっぱいかもわからんなと、うん、キムニーが電話してくれて、うん、ルミネのスタッフに、下までちょっと車運転できる子、おろしといてくれと。ほら、その子に乗り換わって、その人に持って行ってもうて、僕らはそのまま上がると。言って、ほら、行ったら、案の定もういっぱいあったんですよ、駐車場が。ほんで、止められへんな。その、スタッフの子がいないんですよ。あれ、おらへんな。で、パッて奥の方、一番奥にエレベーターあるんですけど、そこでずっとエレベーターを止めて待ってるんですよ。ほんならもう、キムに降りて、おめえ、おらー言うて。止めとけ言うとんなんや、車もう馬を止めに行け言うとんのじゃ、分かれろらー言っても地下にキム兄の声が響き渡り、それで向こうはもうすいませんすいません言ってすぐ僕の車乗り換えて、腹立つーってエレベーター乗って、僕7階落ちたんですよ。キム兄がもう腹立つーって言って、ね、アホのためにね、無駄な時間どんだけ過ごさなあかんねん、全部アホのために俺らもう被害を被ってんねん、どんだけ無駄な時間過ごさなあかんねん言うてる動きで、ここのエレベーターのボタン腰で1回2回6回押してもらう。めっちゃ無駄な時間1回2回6回6回の時も顔真っ赤っかっかあのですね、うん、小学校の頃、うん、祭りに行ったんですよ、うんうん、近くの、うんで、近くの祭りでみんな友達でわーって騒いでたら、ある、その出店のところにね、すごい輪ができてるんですよ。うんはいはいはい、しかもそれ盛り上がってるような感じじゃなく、どうやらこう、揉めてる、言い合いをしてるみたいな。で、まあ子供なんてちっちゃいんで見えないんですけども、声がパーンと一個聞こえたんですよ。お前、鉄砲の先でな、商品カーンってやったら、そりゃ商品倒れるわみたいなことが聞こえた。これなんかイカ様をして商品を取ろうとしてるやつがいて、それを怒ってみんなでこのね矢島みたいなのが集まってんねやと思ったら、その言われてるやつが、アホか、この商品が弾で当たってんのに商品がこうパラッと倒れへんのに、
後ろで何か細工してるかどうか確認するためにわしは鉄砲でカーってやったんじゃみたいなことになったら群衆が、そうだそうだそうだもっと言えみたいなことになってものすごい大盛り上がりになってて、現にそうだろうっつってもう一回弾込めてパーンってやって、倒れない、ほら見てみろ、また倒れない、こんだけ倒れないってことは後ろにこれ粘着つけてこんなことしてるからじゃってブワーってやり出してるんですよ。うわこれえらい騒ぎになってるわーって子供ながらこの群衆をバーッとかき分けたら、うちのおかんやったいやまたやってるのまた丸さしてるのお前やってるねそうやろそうやろ先頭に立ってるのまあ先輩で、うん、吉本シベリア文太さんっていう方がいらっしゃる、はいはいはい、それ前も話しました、はい、ものすごい多分人類史で一番滑舌悪いんちゃうかと、シベリア文太さんっていう、はいはいはい、菅原文太さんのモノマネさんなんですけど、本当に滑舌が悪いんですよ、ね、あ、悪いな、はい、ご飯に誘われたんですよ、うん、それもなんか5回ぐらい聞いてやっと分かったぐらいの、はいはい、私は虫食いに行こう虫食いに行こう虫言うぐらいのやっと飯って分かって行ったんですけどほんでこう二人食べに行ったらお酒を飲みはれへんのですよね、はいはい、うん、お兄さんなんでお酒飲まないんですか言ったら、うん、今日はバイクで来てるから、うん、飲んだらやばいやんか、うん、あすいませんね後輩の僕だけ飲んで、うん、って言って2時間ぐらい飲んでたんですよ、うん、ほんでこうそろそろ帰りましょうかって帰って、うん、その文太さんが、うん、バイク置いてるとこに歩いて行ってたら、うん、警官が二人、うん、そこに寄って行ってるんですよ、うんうん、で話を聞くと、うん、警官がお前店か飲み屋から出てきたやないかと、うん、それからバイク乗ろうとしてんのか、うん、って言うて、うん、でその文太さんは、うん、いや俺は飲んでない一滴も、はい、今日はバイクで来てるから飲まんようにしてたんや、うん、飲んだらそうやって飲酒で捕まるし、はい、人跳ねたら一大じゃないか、うん、っていうことを、うん、文太さんが説明した後に、うん、警官が、うん、お前ベロベロやないかそのお兄さんがね、今アルバイトでクレーム処理をやってるんです、企業のクレームを電話で処理するっていう、企業に任せていただいてるわなんでやねん、でそこの会社で、そこのクレーム処理の会社で、ダントツに一番多いクレームが、さっき電話かけたけどさっきのやつ何言うてたか分かんないなんでやあこれはちょっと面白いエピソードというよりは、うん、どっちかというと都市伝説に近い話なんですけど、僕が大阪のある放送局でちょっとお腹が痛くなってですね、うん、トイレに行ったんですよ、うん、で、まあ、大きい方しようと思って。うん、まあ、台の方が1個しかないトイレやったんですね、そこ、はいはい、で、入ってはったから、うん、あ、ちょっと待っとこう思って、うん、待ってたんですよ。うん、なんかその服であるとか、流すであるとか、ベルトを付け直すであるとか、うん、音なし、何もなしに、うん、カタンって開いて、うん、浜村淳さん出てきたんですよね。もう関西の重鎮のね、映画コメンテーターの方なんですけども、はいこう、はいのか、ここ。あ、僕次、ちょっと、はい、もうすぐ始まりますんで、今のうちすましく、あ、そうか。って言うて、浜村さん、バーッと座っていったんですよ、ね。で、入ったら、まあ、もしかしたら、その、うんことかがあったら、僕もその、大事なんですけど、まあ、何もない、もう、綺麗な便器。あれ、でも流してなかったし、みたいなんで、はい。で、いざ、まあ、ズボン下ろして、便座座ってみたら、信じられへんぐらい、便座、熱っ。便座ヒーティングみたいなのを最大限までして、あっってなって、あの人何してたんやみたいな。便所でダン取ってたんですよ、あの人。便所でダン取ってたんですよ。何やろ、はい、謎のまま。謎のまま。これさすが聞けない。うちの相方上田ご存知だと思うんですけども、はいはい、すごい常識人なんですね、うん、もうその礼儀もちゃんとしてるんですけど、うん、ちょっと一回だけちょっとしこりが残るような、うん、ちょっと事故みたいなのがありまして、うん、うちの親父がもう早いうちに亡くなったんですよ、もう13年前に亡くなって、うん、でそのお葬式に、うん、まあその時東京出てきたんですけど、わざわざ来てくれたんですね、うん、上田が、うん、でずっといて、うん、まあなんか
まあ、はっきり言ってあんま関係はないんですけど、来てくれて。うん、そして、まあ、ほら、うちわだけでみんなで、なんか飲もうみたいな、絶対ありますよね、お寿司とか。なんか、まあ、まあ、こう、その時みんなでこう飲んでたんですよ。うん、そしたら、うちの袋がまた、余計なことになんか、うちの生前主人は、こうやって、みんなで人が集まることがすごく好きでした、みたいなことを言う。そうすると、で、また、ポロッと行き始めた。うん、そしたら、みんなは結構、それをきっかけにちょっとなんか仲いい人が泣き始めたんですね。うん、ですいませんね、確かにあいつは好きだったみたいなこと友達が言い出して、うん、そしたら僕もちょっと泣けてきちゃって、うん、ちょっとこうなったら上田も、なぜここ、ってなってたんですよ。うん、だから俺ものすごい感動して、うん、なんで人のね、親父が亡くなったことで思い出話で泣けるんだと思って、うん、うわぁ、ありがとうと思ってね。したらなんかおふくろも空気読んで、すいませんなんか締めっぽい話になってごめんなさいね、こんなんじゃないんです、本当主人もこんな嫌だったと思うんで。お腹すいたでしょ、なんか頼みましょうかって言って、すいませんちょっと出前もうラーメンとかしかないですけどいいですかって言って、はい、じゃあ行きますとこうやってこう電話しようと思ったら、うん、上田がいきなり口を開いて、うん、あ、一つ大盛りでって言って、うん、そうですね、何がいいですかね、子供の時に、あ、ちょっと今の若い人はどうかよくわかんないですけど、僕らの子供の頃って意外と半ズボンにタイツをよく履かされて、でうちのおかんはなぜか僕によく履かしたのが肌色のタイツをね、冬履かすんですけど、でも子供やからよく分かってなかったんですよ。まあ、おかんが出すから、まあ別に何も考えず履いてたんですけど、うちのおかんが、まあ、愛情やったんでしょうけど、その、おしっこをね、しづらいやろっていうことで、タイツのままやと、いちいちこう、ずらさない、全部ずらすのがかわいそうやって思ったのでしょうね。前をこう、切ってくれたんですよね。で、それだけやとこう、どん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 開いてくるっていうので、ゴムをなんや、こう、輪ゴムみたいなのを通して、周りを祭り縫いみたいに。で今考えたらなんですけど、どう考えてもあれダッチワイフでも何にもわからんと思う。走ってたな。吉本の先輩で、陣内さん、陣内智則さんで、はい、先輩が行って、で僕一緒に宮崎に、行く仕事があって、はい、その時にちょうど飛行機に乗るまでに一回バスでみんな行って、バスでこう飛行機のそばまで行って乗るという、そういうような感じがありまして、その日がものすごいお客さんが多くて、でまあバス来て、でずーっと行ったら、もうこれ次のバスだと乗れるのに、乗ってくださいっていうのが多いんですよ。結構もうギリギリまで、もう立ちでもいいんで結構乗ってくださいっていう、一番最後尾ぐらいに追いやられて、で乗らなあかんってなったんですよ。最悪やもうずっとギューギューやし、また立ちやんけみたいなことになってたら、優先座席シートっていうのがバスにもあるんですけども、その優先座席シートっていうのは空いてるんですよ。うわぁ、優先座席シート空いてる、でも俺はここにドカッと座るわけにはいかんなと思って、先輩の陣内さんチラッと見たら、足引きずって入ってきたんですよ。で僕に何も言わないとこっす。もうそっからあと飛行機乗るときどうすんのやろうと思って。まあ陣内くんの話が出たんで、陣内くんって本当に天然なんですよ。もう陣内くんのエピソード言っても、もう嘘やろと。屋台村みたいなのが偉い。大阪で入った時に二人で飲んでたんですよ。俺陣内ビール飲んでて、ビールバーって飲もう思ったらコースターがポローンって転がっていったんですよ。ほんで、あー言ってそれ追いかけて、陣内店出たんですよ。まあなかなかあるこっちゃ。まあ、陣内君僕もよく知ってますけども、やっぱり上には上がおられて、やっぱりね、僕の知る限りやっぱベストワン、ナンバーワンは伊藤一司さん。あ、お父さん、これはすごいなと思ったのは、映画でもう共演することになりました、伊藤さんと。ほんでね、富士山の麓にあるもう本当田舎の3階建ての旅館みたいな、そこの3階に僕と伊藤さん泊まってたんですよ。で、まあ、いつも、その、映画の撮影が遅いので、現場でご飯食べるんですけど、その日だけ、たまたま、ちょっと早めに終わって、斜め前に一軒だけ居酒屋があるんですよ。ほんで、ズニア、斜め前な、ここ行こうか、言って、あ、ほんまですか、あ、お願いします、言って。ほら、鍵を、
どうすると、うん、これを撮影の時はもう絶対フロントに預けて撮影行くんですけど、うん、斜め前やしな、これどうする言ってたんですよ、うん、ほんでも兄さん斜め前なんで、もう預けんと持って行ったらええんちゃいますか、うん、そうやな言って、ほんで預けずに行ったんですよ、うん、居酒屋でご飯食べて、ほんで伊藤さんにご馳走していただいて、ご参したー言って、うん、ほんで帰ってきたんですよ、うん、帰ってきて伊藤さんポケットから鍵出してフロントにドン置いて帰っていったんですよ。ほら2階の踊り場で、ちゃうわ。めっちゃ焦らんと。ちゃうわ。これはコンビ、大輔とコンビ組んでた時の話なんですけど、チュバチャップスっていうコンビを組んでたんですけど、はい、静岡の、うん、テレビ静岡の方で番組を、メインの番組をやらせていただいた時があったんですよ。十何年前に。生放送なんですけどね、生だ静岡金五郎って言って、金曜日の5時から6時までの生放送、そういう番組やらせてもらったんですよ。でやったところ若手出てるんですよ、若手ばっかりなんですよ、僕らのことも誰も知らない状態のに、第1回目のその放送がものすごい視聴率を取ったんですよ、いきなりですよ。でそんな、なんていうか、そんな視聴率取れるような要因が全く思い浮かばなかったんですよ。で、生田静岡金五郎出演チュパチャップスじゃないですか、ラテランってあるじゃないですか、はいはいはい、あれって字数限りあるじゃないですか、はいはいはい、ラテラン見たら、うん、生金チュパって書いてたんですよ。これは見るね、見ますね、生金チュパは出るやろ、ね、気負った、なんだろうな、わざとですかね、わざとかな、タクシー犯の可能性ありますよ。コンビ組んでた時の話なんですけど、おっしゃんの家に行って、ネタ合わせしてたんですね、でネタ合わせしてて、夜ですよ、でネタ合わせしてて、でまあ一応合わさったからできたから、ちょっと俺さっきお風呂入るわ言うて、でお風呂入ったんですよ、おっしゃん。で僕暇やなと思ってこうタバコ吸いながらこうテレビ見てたんですよ。ほんでおっしゃんがなんか石鹸の皿かなんか取ろうとなんか出てきよったんですよ、バッて、ほんなら急に、お前おらー言うて僕のことバッチンどつきよったんですよ。ほんでガーンどつかれたから、なんじゃお前言うて僕もバーンどついたんですよ。ほらおっしゃんもバーン倒れてヒューなってるんですよ。でなんやねんって言ったら、今お前が吸うてるタバコおじいちゃんのラス息じゃ。僕死んだおじいちゃんの病室にあった一本なんで、小学校5年生の時、すがちゃんっていう、早いなこれ。いや、サイコロも完全に止まりきってんねん。何を言うてんのかな、分かんないよ、すがちゃんの話どうしたの。さっき下だって、もうこう見えた、だってすがちゃんって出てきた。小学校5年生の時、友達、はい、はい、僕とすがちゃんは六段切り替えの自転車を同時期に買ったんです。ここについてるやつで。はい。んで、自分のこのハンドルのところにはボタンがついてて、そこを鳴らすと、ミー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 とかって音が鳴ったり、こちらピョンピョンとかって言うんです。はい。それを買ったんです。で、すがちゃんと二人で競争しようって、一段だけな、ってずーっと超えてたんです。で、2、3、4、5、6って上げて、もうすごい速くなったんですよ。で、僕、ちょっと勢いつけていったら、すがちゃんとちょっと距離が、カーッと離れてたんですよ。で、菅ちゃんは僕に何でも負けたくない子で、とにかく自転車とかでも競争でも負けたくなかったんですよ。で、僕が一生懸命こぐんですよ。菅ちゃんが、ミー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 って言いながら、ブワーッと盛り返してきたんですよ。その時の顔の菅ちゃんがもう殺したのか、みたいな顔で来たんで、怖くなったんで、菅ちゃんから逃げろー言って、途中、キュッと止めてすぐ右の脇にガッと入ってたんですよ。ほんなそれには菅ちゃんは対応しきれなくて、ミミミって言いながら来たんですけど、横のヘドロにペーンって突っ込んだんですよ。もうそれもペテッっていうぐらいのね、バウンドかい、バウンドしたんですけど、もう菅ちゃんもこう頭からガッて行ってもうて、上に出ることはなかったんですよ。ペテッペッて埋まってもらったんですよ。やばいと思って菅ちゃん、死ぬと思って、菅ちゃんすがちゃんあかんで、ちょ、平気にくれ、すがちゃん、すがちゃんって言ったらボタンで、いい。大丈夫よって聞こえたんですよ。よかったな、すがちゃん。当然助かって。
かりました。当然助かるんで。これ今思えばっていう話なんですけども、うん、僕3人兄弟で兄姉僕っていうんですよ、うん、僕だけちょっと歳が離れてて、うん、幼かったんですよ、うん、だから両親が寝てる部屋で僕ちょっと離れたちっちゃい布団で僕も寝てるっていう、うん、もう兄姉はもう部屋それぞれもらってて、うん、まあ、2階の端っこに寝てるみたいなやったんですけども、うん、まあ僕夜中パッと目覚めた時もぞ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 こう絡み合ってるのを見て、僕はあ遊んでると思って、うん、お父さんお母さんが、うん、夜中まで遊んでると思って、うん、ちょっといたずら気味に布団の下から一気にツーンと滑り込む遊びをしたったんですよ。ヘッドスライディングみたいな、もう頭からドーン行った時にちょうど僕の頭にこうなんかクンっていうのが当たったんですよ。ってこうなった時に、うんうんうん、親父が、うん、おって言う。それは言うでしょ。いやだからあのおかんの新技が出たって多分勘違い。こういうことじゃない。僕の存在を気づいてなかった。おかんの新技が出たって多分思うよ。まあうちはですね、うん、まあ残念な兄がいまして、そうね、ちょっと、ね、ちょっと残念かな、あれ小学彼が6年生ぐらいの時ですかね、うん、土曜日みんなでお昼ご飯をね家で食べてたんですよ、うん、全部年末だったんですよ、うん、もうおかんがもう綺麗に家中大掃除してたんですよ、うん、で玄関の横の部屋から僕らはなんか出入りしてたんですよ、うん、そっちの方が近いんで、うん、ほんでもう誠二がもうラーメンがなんかもうバー食うて野球に行きたいんですよ、うん、早く、うん、で行ってきまーすって言って、うん、その例の窓から出て行ったんですけど、うん、おかんがめっちゃ綺麗に掃除してて、うん、閉まってたんですよ、開いてる思ったんですよ、ほんでも誠二それわからんもんやからバーリーンって割り合ったんですよ、ほんでうわー思ったら誠二、うん、そのまま何のリアクションも取らず野球行ったんですよ。一筋。朝僕ベロンベロンになって、うん、渋谷歩いてたんですよ、うん、ほんでこうベロンベロンでこうウェーって歩いてたら、うん、急になんかこうってなったんですよ、こう、ほんで、うん、何やろこれって思ったら、うんうん、めっちゃ臭い匂いしたんですよ、うん、生ゴミ臭ったみたいな、うん、ほんで急にプッってなってハクッと思って、うん、何やこれ誰か芸かけよったんかなと思って探しても誰もいいんです。何やろと思ったら、うんうん、カラス止まっとったんですよ。うん、で、お前のババかほら言うたら、うん、カーって言うて、お前がさー言うて、お前ババかけんなボケ殺したのかほら言うたら、カーって言うて、それお前言うたら逃げようなんですよ。おお怖いな。で、お前殺したのかこっちかほらね、はいはいやってたんですよ。ほんなら、うん、後ろから、うん、おい、てめえよりよ、渋谷のカラスの方がエロいんだよ言われたんですよ。ほんと、何やねん、誰やねん思ったら、うん、こんなバンダナしたやつやったんですよ。で、なんか革パンみたいなやつで、おい、来いよこっちとか言われて、ちょっと待って、今と思って、今、なんでと思って。ほんで、もちょっと怖いし、ちょっとパッパッと言って、今、ババかけられたんじゃって言うたら、うん、かけられて当たるめえだよお前ちょっとこっち来いよ言って、もうどうしたらいいかわからんかったんで、うん、俺ずっとどうしようかなって考えたんですけど、うん、最後もう思いっきり、うん、カーッ言って帰ったまあ、ちょ報告になっちゃうんですけど、はいはいはい、報告っていうわけじゃないんですけど、うん、中山秀さん、はいはいはい、うん、いらっしゃるじゃないですか、うん、でも番組出させてもらった時に、うん、まあ喋ってる時に、うん、業界用語がうまいんですね、正、うん、満だとか、うん、あとそのおっぱいのでかい姉ちゃん、おっぱいを使いでちゃんねみたいなこと、もう瞬時に言えるんですよ、もうすごいんですよ、感動するぐらい、うんうん、それでわこの人すごいなと、うん、こんな簡単にそんなの逆にね、うん、できるってすげえなと思って、うん、でもその上には上がいいんだろうなと思ったんですけど、もうこの人が絶対芸能界で、うん、世の中で業界用語ナンバーワンだと思った瞬間なんですね、うん、で僕言ったんです、うん、で川のほとりで佇んだって、うん、なんて言うんですかって言ったら、ワーカの鳥辺でずんだったって言ったんです、うん、すごい、だからすごいなっていうね、うん、話ですけどね
本当の放送ですか。ありがたいよ、ありがたい。これはなんだこれ、うん、前あのとあるあのロケなんですけども、はい、あのドッキリですよ、はっきり言って。だからあのうちの相方の、うん、まあ正直おふくろが出てくるみたいな、うん、はい、のがあったんですね、うん、それはもう僕らは内緒にこっちでこっそりこっそりやってたことなんですよ、うん、まあ当日、うん、本人は何も知らないわけですよね、うん、いよいよもうこっちとしてはワクワクドキドキですじゃないですか、うん、上田がびっくりするかも、うん、したところ、うん、もう AD とフロアディレクター何かこう前にいるんじゃないですか、その内緒ってこう言ってたやつが、うん、カンペにそのお母さん登場前何秒前みたいなのをこう書いてあるわけですよ。出てる、うわーと思って、うん、やばい上田見ると思ったから、うん、こう、うまいことごまかしつつの、うんねえ、カンペが、ねえ、カンペが、とか、カンペちょっと、おい、ちょっと、とか言ってやってたんですよ。ただもうほら、スタッフも鈍感だから、そういうの、ギャグだと思ってから、え、なんか、なんかいじられてると思って。来たら、そのフロアディレクター気づいて、お前、とか言って、揉めてるわけです。フロアディレクターが AD を、そのカンペが、お前がいけないんだと。で、すいません、みたいなやりとりがあるんですけども、こっちは進行してるから、もうどっちもやってるわけですよ。だから、うん、お前ちゃんと、ははお前ちゃんとその、お前、ははすまねははみたいな、もう、だからもう全然、その笑いが伝わってこないから。っていう話ですね。皆さんは似合って立ってないと思う。ただ、僕はその現場に出るから超面白い。ちょっと前ですけど、あの、はい、うちの残念な兄と大阪に仕事新幹線で向かってまして、はい、うん、もうえらいよ寝よるんですよ、うん、ね、うん、寝てるんで新幹線着いたんで、うん、おい着いたで言って、おしたら、ありがとう言って、うん、ジャンプと切符持って駅員にジャンプ渡してました。マジなんですけど、あのプロジェクト X でね、高層ビルを初めて建てた日本人、はい、あの人がね、すっごい、その頃まだ平屋しか日本なかった頃に、高層ビルを建てた日本人の人の名前が、くしくもというか、二階さんっていう。はいはい。で、まあそういうこともあるかなと、ね、この間ちょっと前に家でテレビ見てたら、小学生の相撲のね、チャンピオンの男の子が、まあ、ものすごいんやけど、その子は、押し出しがものすごい得意な子なんですけど、その子の名前がね、幼い君っていう。誰も何にも突っ込まない。一人でこれおかしいよ。ちょっと言っときたかった。これは10年ぐらい前に、うん、あの僕天然素材やった頃の話なんですけど、最終の新幹線で帰るときに、うん、あのバッファロー頃の木村さんが、はいはいはい、ちょっと今日ものすごいちょっとたまらんのよって言ってで、そんなことめったに言わないんですよ、でたまらんのんぬんしてる、はい、もう大好き、ちょっと女の子ちょっと誰か知り合いおらへんかなみたいな、知り合い、まあ今晩みたいなことしましょうか言って、まあ着いてもうあの居酒屋行って用意したんですよ、で行ったんですよ、でこう3ぐらいで、もう一人あのヘビイチゴの高橋いうやつと木村君と僕3人で、うん、女の子3人で、ほんで飲んでて酔っ払ってきて、うん、どれが好きみたいな言って、うん、ほんなら、2人僕やったんですよ、で1人女の子が高橋みたいになって、うん、木村さん持ってへんかったんですよ、うん、ほんならまあそんなもんやな言いながら、うん、でもうええわ言って、うん、でなんか酔っ払って、うん、女の子の、うん、こうここの、ここに、ちょんまげ言うて、やり出したんですよ。で、ちょんまげってやって、で、ちょんまげってやって、ここに笑いながら座らはったんですよ。ほんなら女の子が、いや、何これって言うて、パッて見たら、こっからこう、ここ、糸引いてたんですよ。